桂ツラ・は、日本の落語家。落語芸術協会所属。出林、春雨の送り。本名、高木洋介。結密菓子は、桂文治一門の縄文である。愛知県岡崎市出身。岡崎市立男川小学校の落語クラブで落語に、出会う。岡崎市立三河中学校。愛知県立岡崎北高等学校卒業。 岐阜大学地域科学部に進学。軽い気持ちで落語研究会に入るが、部員が5人しかいなかったため、いきなり部活を背負って立つ立場になったという。大学3年生だった2011年2月に、第8回全日本学生落語選手権、昨年大賞に、三流亭今一の講座名で出場して優勝。大学卒業にあたり一旦は、 東京の広告代理店から内定を受けていたが、2012年3月に2代目、桂平次に弟子入り。前座名は、高治で、初講座は、浅草園芸ホールで、小褒め。2016年6月に、三遊亭優子と共に2つ目に昇進して、高寺に改名した。同じ落語芸術協会に所属する2つ目10人で、芸協家電茶というユニットを組んでいる。 実質的に成金の光景にあたる。2020年2月、ギャラクシー賞のテレビ部門フロンティア賞を受賞した YouTube 神田白山 TVE において、古今帝今一小福亭のぞみ校と共に、六代目神田白山新内昇進襲名披露工業の番頭として、通常の撮影クルーが入ることができない寄せの楽屋にハンディカメラを持って入り、 舞台裏の様子を3人で29日間連続撮影し続けた。ありがとうございます。